よし、一丁やってみっか。サイヤ人は戦闘種族だ。やめるなよ。リフーム、ファイティング、ボンバー。だったもんだからつい。このやる。どうするおめえたち。とっとと自分たちの星に帰るか。それともこいつみてえにぶっ倒されていいか。聞いたかバーター、どうやら実力でリクームを倒したと勘違いしてやがるようだぜ。妙な偶然がただ重なっただけなのによ。俺たちは天下の義乳特戦隊だぞ。そい、行くぞ。ああ、教えてやるぜ。義乳特戦隊をなめるとこういうことに。なるほど、あいつか。戦闘力は約5000。そうなんですよ、たったの5000で。妙でしょ。
あいつはおそらく瞬間的に戦闘力を大幅に上げたに違いない。俺の見立てで、あいつの実力は戦闘力6万ほどと見た。6万？やつはサイヤ人なんですよ。ありえんことではない。我々と同じく突然変異で生まれた超天才戦士なんだろ。こいつはかつてないほどの面白い戦いになりそうだ。このギニュー様の真の力を見せる時がまさかやってくるとは思わなかったぞ。よし、こっちも行くぞ。アバよ、カカロット。ベジータスキャリー。フッ、ギニュー隊長、俺も加勢します。くそ、ベジータがいなくなっちまって、こっちが不利。誰が手を貸せと言ったか。ジース、今度余計な真似をしたら命をなくすのは自分だと思え。とてつもない強さだぜ。何を笑ってんだ。チェンジ。こいつはギニューだ。遠慮なくやっつけてしまえ。ベジータ、何もそこまでしなくても。せいぜい甘い戯言をほざいていろ、カカロット。俺が始末してやる。はあ、死ね。バカめ、チェンジ。何やってくれ。なに、どけ。あの野郎、僕も邪魔を。どうやら元に戻れたぞ。なんだ、カカロットのやつは今一体何をしたんだ。今度こそベジータとチェンジしてやる。かかったらベジータ、これだ。そら、うん、ご覧に入れましょう。すまん、今行くぞ。なんとかなりそうだ。頼む、フリーザを、フリーザを倒してくれ。頼む。サイヤ人の手で。
メがオラに頼むなんて、よっぽど悔しかったんだろうな。おめのことはデッキリだったけど、サイヤ人の誇りは持っていた。オラも少し分けてもらうぞ。そ、オラ地球育ちのサイヤ人だ。おめえたちに殺されたサイヤ人のためにも、そしてここのナメック星人のためにも、おめえをぶっ倒す。くだらないことを。貴様ら、この場から離れるんだ。俺たちは邪魔だ。ご飯、早くしろ。お父さん、死なないで。フリーザーをやっつけて。生まれて初めてかもしれないな。こんなにワクワクするのは、どうやって料理しようか。なんと、こっちだ。なんと、全部使い果たさないと勝ち目がなさそうだ。やりたくなかったけど、元気玉使うしか。もう少しずつでいい。元気を上げてくれ。来た。許すと思うか。一匹残らず生かしては解散ぞ。クリリン、やめろ。フリーザー、ゴクお次はガキの方かな。許さんぞ。よくばピッコロを連れてさっさと地球へ帰れ。まだかすかに生きている。あ、俺の理性がちょっとでも残ってるうちにとっとと消えるんだ。
火が膨れ上がって充実していく。ついに 100% パワーってやつのお出ましか。何をしておるんだ悟空、聞こえるか。今がチャンスだぞ。確かにこんなチャンスは二度とないかもしれねえ。宇宙一強い野郎のフルパワーを拝見するチャンスは。なんだと？悟空、お前自分が何を言ってるのか分かっておるのか。クリリンの仇を討つんだ。あいつは二度死んだ。クリリンはいいやつだった。本当にいいやつだった。一番の仲間。粉々にしやがって。 85% 90%。 フリーザー、貴様がフルパワーになるのを待っているのは最高の貴様を叩きのめしてからだ。貴様だって自分のフルパワーを試してみたくなったんだろう。そうでなきゃもう一発星を撃って終わりにしてたはずだ。これがお待ちかね 100% だ。待たせたな。こいつがお望みのフルパワーだ。時間がないんだ。早いとこ型をつけようぜ。今度は木っ端みじんにしてやる。あの地球人のように。地球人のように。クリリンのことか。クリリンのことか。最長老よ、今すぐシェンロンに頼んでくれ。フリーザを除く者たち全てを地球に送ってくれ。待ってくれ、その願い。フリーザとこの俺を除いた者たち全てを。聞いておったのか悟空。今ここで勝負の決着をつけなければ、俺は一生あんたを恨む。分かった。もう何も言わん。お前がそれほど望むなら。あがいても宇宙空間では生きられない貴様を待っているのは死だけだ。皮肉だな。勝負に勝った貴様は死んで俺は助かるんだ。俺も生きてみせる。俺は宇宙一なんだ。だから貴様は殺されるべきなんだ。
せ。ご飯と一緒に修行しねえか。組手とかやりてえし。いいだろう、望むところだ。クリリンたちもどうだ、一緒に。俺はいいよ、無天老師様と自分のペースで修行すっから。そうか、分かった。見ろ、何かいるぞ。あれが攻撃したんだ。ここじゃ犠牲がでかい。誰もいねえ場所に移ろう。おめえらもいいな。誰もいない場所へか。いいだろう。だが、わざわざ移動することはない。やめろ！貴様！誰もいない場所を作ってやろうと思ったのだが、どうやらここは気に入らないらしいな。ついてこい！二人ともぶっ壊してやる。一番肝心なこと調べ忘れちまったらしいな。二人とも手を出さないでくれ。こいつらの一番の目的はオラらしいかんな。なるほど、確かにかなりのパワーアップを果たしたようだな。不思議な技だ。計算した数値をはるかに超えている。だが我々が慌てるほどのものではない。私は当然として19号でも十分に倒せるレベル内だ。あ、そう。じゃあ早速その強さを見せてもらおうかな。何をしても無駄だ。何をしても無駄だ。逃がさない。オラを直す。
何をしても無駄だ。邪魔をつけてやつ。オラも上を目指そうと思うんだ。スーパーサイヤ人な、上をな。始まった。戦っているのはピッコロだ。相手はセルってやつでしょうか。いや、相手の気が感じらんねえ。多分人造人間たちだ。言っても無駄だ。ワン、今のまんまじゃレベルがちげえすぎる。足手まといになりてえか。お父さん、セルが動き始めたよ。ほらの瞬間移動なら一瞬でピッコロのところまで行ける。さあ、ありがとうございます。ピッコロを助けて急いでここから離れるんだ。は、はい。孫悟空だな。どうやってこの場所に現れた。お前の気は感じられなかったが。さて、どうやってだと思う。いや、聞いたところで無意味だったな。
どうせお前はすぐに死ぬことになるのだから。そいつはやってみなきゃわかんねえさ。邪魔をするな孫悟空、こいつは俺が始末するんだ。行くぞ。悟空、俺もお前と一緒に戦うぞ。呼吸不自販マヌケめ。孫悟空、お前を殺すのは後回しだ。17号を吸収させるわけにはいかない。戦うつもりか16号。計算では私とセルはほぼ五分と五分の力だ。何？黙らせてやる。太陽剣サラサラサラ。さあそらそら死ねえ。はい、さあでやなでやら。包帯だ。吸収させてもらおうか。やるか。完全体か、素晴らしい。さあ、早くセルゲームを始めるぞ。どいつからやるんだ？やはり孫悟空、お前からやるのか。あ、そうだ。いきなり貴様からか。一番の楽しみは最後に取っておきたかったのだがな。来い！ふっ！こいつはどうだ。
だまだこのものではないだろう。まだまだこのものではない。こいつはどうだ。褒めてやろう。この私にバリアを使わせたこと。ああ、メタ降参だ。おめえの強さはよくわかった。オラはもうやめとく。本当は戦いたくないんだ。殺したくないんだよ。たとえお前みたいにひどいやつでも。さあ行け、セルジュニアたちよ。あの岩の上にいる7人が相手だ。気をつけろ。恐ろしく強いぞこいつら。腐ったれ。みんなすまね。こんなはずじゃなかった。セルジュリアたち、お遊びはそこまでだ。殺したければ好きに殺していいぞ。俺の本気にしてやる。許さないぞ、お前たち。Yeah!
ザ・バンビロン・セルク。褒めは失敗した。ほら、何をしている。とどめだ。すぐにとどめを刺せ。もうとどめを。まだ早いよ、お父さん。あんな奴はもっと苦しめてやんなきゃ。18号だ。18号を吐き出した。許せん、許せねえ。貴様らはもう終わりだ。あと1分で俺は自爆する。俺も死ぬが貴様らも全部死ぬ。地球ごと全部だ。くそ、僕のせいだ。早くとどめを刺しておけば。悟空、やっぱどう考えてもこれしか。地球が助かる道は思い浮かばなかった。バイバイ、みんな。悟空、お前まさか。悟空、ここまでよくやったな、ご飯。すごかったぞ。お父さん。母さんにすまねえって言っといてくれ。消えた。悟空の気が。様、ここしかなかったんだ。くしゃー。うわ。いつかおめえたちが死んじまったら、また会おうな。バイバーイ。